なんだ、作戦会議、東ルート側の橋が使えないっていうなら西側から橋を渡っていくしかないね。あいつが守ってんだよね。ちょっとこっからもう弓矢で爆弾矢かなんか売ってしまえばいいや。知ってますよ、あいつのことは任せたよ。よし、行くか。あ、ありがとうございます。あの、よろしければお名前を。エンタだよと。エンタのゲームインザボックスだよと言ってあげてください。エンタさん、このご恩は一生忘れません。思い出してください。お嬢ちゃん、そういうことは無事にかかりこ村についてから言うもんだよ。行きましょう。あんたいい目してるね。誇り高き獣の目だ。もし無事にかかりこ村に着いたらお礼をしてあげるからね。どんなお礼です？歌ですか？いらん、そういうのはいい、そういうのはいらん。そういうのはいりませんね。ちょっと喜ぶんやね。ちょっと惜しかったんや。リングさん、ああいうのお好きみたいですね。よーし、行こう。俺が守る。俺が全てを守る。さあ、進路はこっちです。無事にかかりこ村まで行けるんでしょうか。さあ、まずは最初の橋だよね。さあ、やってまいりました、最初の橋。ハイラル大橋ね。火をつけられた苦い思い出があるこのハイラル大橋にいるのは、やっぱこいつ緑のやつ。全身が緑のやつ。ほら、あんたの出番だ、頼んだよ。まあ、今回弓矢ありますからまだ大丈夫でしょう。うん、てか俺弓矢持ってんの？ないんじゃない？ゼロやな。弓ないっす、弓ないっす、弓ないっす、弓ないっすけど、弓ないっすけど、ちょっととりあえず一往復してこないといけないね。わかった、一往復しましょう。海がなくなったら鳥においでって最初から渡しといてほしい。それは初期支給をしといてください、そういうのは。こっち爆弾しかないから。どうやって取りに行くの。はいはいはい、海はください。すごい首がぐる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 ってなってたけどね。緊張しすぎね、リングさんね。取りに行くの。はいはいはい、ちょっと待って。いや、俺が落とされる、俺が落とされる。弓は持ってる状態からスタート。持ってる状態からスタートね。さあ、ズームしましょう。ズームできないよね、この状態やったら。どこ撃てばいいの？あいつどこ撃てばいいの？わかんないんですけど。わかんないんですけど。この前もズームできないよ。あ、当てた。とりあえず一発当てたわ。こういう感じで当てていくしかないんだな。ズームがこっちっていうのがね。OK、 2発当てた。あ、2発で落ちる。あ、そうですか。はい、落ちました、さよなら。俺はでも2回落ちたけどね。2発どころか。ゲートの鍵を手に入れました。ナイスパスです。やるじゃないか、この調子で。さっきも任せたからね。任せられました。よーし、行くぞ。なんならもう今のうちにもどんどん弓矢をこう弓矢とハートを支給しておいてもらえると非常に助かるんですよ。ちょっと待って、俺引っかかってんのにさ、先行かないで。
さっき行かないでって、俺引っかかってんのよ。危ないよ、これ。ちょっと体力回復したいんだけど、どうしたらいいの、これ。めっちゃ狙われてんだよ。馬車がめっちゃ狙われてんだよ。これどうしたらいいの。先行って、俺が弓矢で撃っとかないといけないんだよ。あ、疾風、あ、そういうこと。ZL 注目。いや、違うね。お前じゃない。お前はいらない、今。お前一番いらない。お前何もしてくれないからね。何もいらないです。え？こうか。はい。はい、消せた。こういうこと言う？あ、これ、あ、これそうか、そうか。ゲートの鍵持ってんの俺や。俺が使うの待ってんのね。はい、開けまーす。ちょっと待って、俺置いていかないで。俺前衛だから。ね、君なんなら後衛ですよ。よし、ゲゲイ。チラチレイ。スムスメイ。バルスメイ。このやつ、スメコネロー。虫だ、虫だい。スムスメコネロー。弓矢だ。お前は弓矢。よーし。そしてこっちだ。かかりこはこっちだ。さあ、かかりこ方面行きましょう。何ですか？なんで引き返す？ん？燃やされてる？ちょっと何してんのよ。もうついてきなさいよ、あんた本当に。何？爆弾に驚いて道から外れちまってる。地図をよく見て爆弾落とされる前に何とかしろよ。知らんがな、そんな。爆弾落とされる前に何とかしろよ。いた。こんのふぬけども、ほんとほら許さんぞ、ほんとに。よし、倒せ倒せ。剣できれい。あ、燃え尽きたか。燃え尽きちゃったよ。知らんって、俺先々行きすぎたんやな、これな。続けましょうよ。それはセーブしてないですもん、だってずっと。よし、行くぞ。こっちは道。うん、違う。こいつら鬱陶しいな、ほんま。これどうしたんや、こんな永遠と続くの。お、やっと行った。やっとルート行った。これめっちゃ長えわ、ほんと。敵多すぎるわ。またいっぱい来とるやろ。こっちライブ少ないっつってんのに。あ、落とせ落とせ。その引っかかんのよ、イノシシの引っかかり。知らんがな、あんなもん。なんでこっちが対処しなあかんの、このイノシシの引っかかり具合。ないないない、近い近い。お前近えよ。よし、行こう。
ようやくかかりこむれや。もうライフ半分とかもう4分の1しかないね。ラスト1個の4分の1しかないね。帰ってきました。峠は越えました。あとは安静にしていれば回復に向かうでしょう。ところであの子の母親というのは、どうやら母親の安否を気遣っているようで、ずっと上ごとで母親のことを、辛い思いをするでしょうね。察してくれた。僕はあの子が元気になるまでずっとそばにいるよ。おお、テルマさん。第二のテルマさん。そうですか、ありがとう、コリン。第一のテリア、第一のテルマと第二のテリア、テルマが、ねえ、エンタ、イリア姉ちゃんのことなんだけど、もしかしてイリア姉ちゃん、失われた記憶を取り戻すことは簡単ではありません。だけど、大丈夫。お？焦らずゆっくりと時間をかけてあげれば、必ずイリアさんの心は取り戻せますよ。だからそれまでこの村にいてください。今度は君の勇気に我々が応える番です。さすがっす。褒美をください。褒美をください。褒美をくれ。ここは希望というものがあっていいね。苦労してきた甲斐があったよ。その腕をハイラのために使ってみる気はないかい。いや、もう使ってます。ある程度使ってます。もうすでに。希望をなくした王国にも、それを何とかしたいと思っている連中はいるんだよ。私も何とかしたいと思っている連中の一人なのさ。テルマって呼んでくれ。よーし、わかった。青山。さてと、私は少しと、少しここにいようかな。イリアのことも心配だし、それにさ、お、エンタ、今度は私の店で会おう。実はね、あの店は我々の仲間の隠れ家なのさ。店の奥には城に通ずる抜け道もあるんだよ。へえ。何かあったらいつでもおいで。待ってるよ。うん、そうですか。褒美は何ですか。褒美は結局何だったのかわからないです、まあ、とりあえずイリアンとこ行くよね。どうした、なんかお察知したぞ。ん、あ、母親、どこ行く。体力がないのよ。母親が出たのはいいけど、母親が出たのはいいんだけど、体力回復をしたいんですよね。なんとかしてくれないですか、体力。体力回復しないですか。あ、ここら辺のちょっと切ってみよう。ないですか。あー、あったあった、よかった。とりあえずプーンプーンだけなくなったのはでかい。プーンがなくなったのはでかい。墓場へ行きよったよ、本当に。死人だから墓場だろうとか思って、ちょっと冗談で言おうと思ってたら、本当に墓場行ったよ。墓地来た、本当に。どこです？あなたの墓地どこです？ちょっと待って、ちょっと待って。君は浮いてるけど、こっちは足に血がついてんの。おお、そこ？なんだ、これは。何の意思？おお、すげえ、消えた。これは小さくなれば入れる。おお、なんか道が、湖があるっぽい。おお、湖、
こんなものを隠していたのか君は。これがお墓。息子を助けてくださって本当にありがとうございました。このかかりこ村は我がゾーラ一族の永眠の地、亡き夫キングゾーラの魂もまたこの地に眠っているのです。そうか、キングゾーラももう死んだ後の話なんや。ここで息子が救われたのも何かの縁かもしれません。縁ただけにね。さあ、約束のものはこの墓の中です。夫が生前勇者のために作らせたゾーラの力を宿りし衣を、ついに青いの来ちゃうよね。うん、青いのーつってね、うん、青いのーっていうだ今着てるのは緑のーですわ。うん、ゾーラの服を受け取った。ゾーラ王家に伝わる特別な衣、装備している間は自由に水中を自由自在に動き回る。ただし炎や氷の攻撃に弱くなるということですね。これで私もようやく王と共に眠りつくことができます。ただ息子はまだ私の死を知りません。息子に会う、もし息子に会うことがあればこう伝えてください。母の死を悲しまず一族の王として惜しく生きてほしい。王と王をかけてるんだね。うん、母親一世一代のダジャレ、母はあなたを永遠に愛していると。なあ、消えちゃったよ。永眠しちゃったよ、永眠。お前の仲間も全員見つかって、ついでにゾーラの服ももらったし、よかったじゃないか。けど肝心なこと忘れてないか？最後の影の結晶石をさ、光の精霊フィローネの言った言葉を思い出してみな。影の支配者ザントより、この世界を救うには影の結晶石が必要になるって言っただろ。このまま助けた仲間と一緒に戻っても再び悲劇は繰り返されるだけさ。さあ取りに行こうぜ。ハイリラ湖の水底に眠る神殿へ。ということで行かざるを得なくなったよね。あ、ちなみに服着替えてみるか。はい、仮面までかぶっちゃうの？ああ、そういうこと。頭までかぶんだね。まあこれでも息が持つようになったってことですね。この状態で、爆弾、あ、そっか、水中で使える爆弾が新発売したっつってたな。それを買えば、ここで使えるってことだよね。なるほど。先に買っとけばあったよ。いや、泳がないです。泳がないです。はい。その服なんすかってみんななると思うけどね。その服出さないすかって。ファッションセンスどうなってんすかって。みんながみんな言ってくると思うぐらいの。そういう服を着ておりますけれどもね。大丈夫すかリングさんって。おかしくないですかって、おかしいと思わないですかって言われるわ。そんなファッションセンスなんですけれども、まあ、とりあえずマロマートから行くか。なんか買えよと。あーやわね、どれもいらないかな。弓矢ぐらいそこら辺で手に入りそうだしね。誰か服装いじってくれへんかな。いじってくれないね。服装いじり誰もしてくれない。とりあえず爆弾買いに行きましょう。来ました、ボム工房です。おお、俺も回ってたぜ。水中爆弾完成。これで水中でも使える優れものだぜ。絶対役に立つからお前も買ってけよと。わかった、じゃあ買おうか。5個30ルピー、やっぱ高いんだな。
違う種類の爆弾が入ってるの。お、隣のカウンターで買い取りもやってっからよ。使わねえ爆弾があるね。処分しな。ボム袋1個しかねえんかよ。おっと。しっかりしろよ。お前、ボム袋ぐらい作れよ、お前。ボム専門でやるんやったら、袋ぐらい作れよ。ほんともう、愚痴が止まんないよ、こういうの。マジか、新型爆弾するには買い取ってもらわないといけない。そのシステムよ。まあ、じゃあちょっとここら辺で終わるか、今日は。よし、じゃあまた次回はこの続きからやりましょうかね。ということで、今回はセーブして終わりにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。エンタのゲームインザボックス。ご視聴ありがとうございました。おお、もうすぐ10時間。ギリ10時間いかなかったよね。あ、だからあのボム袋の中身を売って、水中ボムを買ってたら1時間経ってたよね。じゃあ10時間経ってたよね。惜しかった。また次回。